改めまして明けましておめでとうございます。森有とおちゃんです。なんで喋んないの。で、今日は鳥年ということで2010何年だ、あの動画結構ね下の方に行くとやってるんですよ。実はその鳥っぽい、まあ、アヒルちゃんをやってるので、私も今年は鳥になってみようと思って急遽鳥になることにしました。ほらちょっとなんかさ、メイクの人みたいな感じのところになったので、メイクがしやすくなったんですよ。だからこれからちょっとメイク動画増えるかもしれない。なんかやりやすくなったよね。こうちゃんにもやってよ。なんか何を、何でもいいや。鳥になれば今鳥になる。鳥になろうよ。ではひどい。どうしたんで、うわ怖い。え、そう、自分では見えてんのこれ。いや見えない、メガネがないから見えない。あー、大きな特に。いや黒いじゃん。なんでこれはこうして全部を黒くした方がいい。そうしよう。ほら、どう？どうなってるか言って。よろしくない。よろしくない。え、こういう目じゃないの、鶏って。こういうやつ。ね、くちばし赤だったっけ、まず。毛を描いていきます。あ、ここのなんかあるのって何、赤。ここ、ニワトリって、こういうビラビラ。いや、私変なおじさんにしか見えないんだけど。鼻だ。ただ血流してる人。待ってて、まだ見てるからね。そうですね。地味に赤くす。あ、意外とニワトリって慣れるんだな、色で。慣れてる？いいんじゃない。あくましておめでとうございます。でございます。祝鳥年。今年の抱負は一個前の動画でも言った通り、忍耐です。夢を与えられてると思うよ、全国の子たちに。こんな奴らもいるんだなって。だって私だってこれ何年もか前にやったんだもん。だっておじさん、おじさん、変なおじさんだから。変なおじさん、こうか、ダフだ。こうか、どっちだっけ。うんか、んダフだ。だから変なおじさん、変なおじさんだから変なおじさん。ね、こういうゴリラいるよね。変なおじさんだから変なおじさん。ダフンだ。ん？これかもしれない変なおじさんって。ちょ、バカ殿様。バカ殿様みたいな変なおじさんっていうか。でるるるるるる。てってれてってれてってれてれ。あ、それ。てっ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 て。嬉しいな。鶏とひよこメイクでした。
これ本当にひよこだろひどいんだけどちょっとちゃんと鳥メイクできたかなと思うのでどうですか。真似してみて、ニワトリ真似してみて。ニワトリじゃないもん。ニワトリの僕まだもうちょっとで成長できるからやってみて。この顔で成長できたと思えない。ハトムネだよ。あ、そうか。クレアルだな。ニワトリのモノマネをそうですね、やってみようと思います、うん、今初挑戦だった割には意外と吐き気はなくできたからその顔で意外といけるかもしれないいいよいいよ完璧にしてから見せなさい皆様に完璧にしてから明けましておめでとう言って明けまして美優くんだってファン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 出血してるやばいやばいびっくりしてるよ。え、血出てる血出てる。え、怖い怖い怖い痛い痛い痛い。え、ガチで。え、ガチの血鼻に。え、ガチじゃん。どうした。え、何してんの。何やってバカじゃないの。え、どうしたの。これからお風呂に入りたいと思います。はい、お風呂に入ります。何をしてるんだか今年私もアラサーなんだけどな。本当ですよ。楽しいアラサーを皆さん過ごしてください何楽しいアラサーを今年もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録ボタンはここら辺に多分出ると思います。あなた顔かぶるわよそこ。そして過去のこの過去のこの動画をねもう4年くらい前の2、3年もっと3年は経ってるかなの動画はここら辺に出しておきます。ビフォーアフターを比べてみてください。これは新しいやつだけど鼻血出すからやめた方がいいかもしれない。なんで鼻血出たかな私初めてじゃないということで無理やりと好調にした。良いお年を。良いお年を。あきおみ。あきおみことよろ、あきおめことよろおひよこみたいに言ってみて。どういうこと？バイバイ。あきおめことよろ。あ、やば。松江くんについてる。最悪。最悪。マジか。